シュコツヤン洞窟群は、スロベニア南部のクラス地方にある洞窟である。ここには、巨大な陥没ドリーネや、深さ200メートル以上、長さ約6キロメートルの地下川洞窟、滝などがある。この地方は、カルスト地形研究史上、世界的に最も知られた場所で、カルストの語源にもなっている。ポストイナ小乳洞から南西33キロメートルに位置する。 1986年にユネスコの世界遺産に登録された。この大河はベリカドリーネで地下に潜入し、この洞窟から西北西に 34km に渡って地下を流れ、マンファルコンの近くで地表に現れ、ティマブ川の源流となり 2km 流れてアドリア海に注いでいる。雨季地表から1 6 0ルの深さにあるベリカドリーネの底からレカ川が 地下に流れ込んでいく様子は実に相関である。四骨山洞窟群のある一帯は、考古学的な出土品も豊富で、1万年以上、前からこの地に人が住んでいたことを物語っている。ミューズやジャマで見つかった遺跡は、青銅器時代末期から、鉄器時代にかけて、ギリシャの影響を受ける形で、洞窟に寺院が作られていたことを示している。この地方は、3000年ほど前には、 ヨーロッパ、特に地中海世界の重要な巡礼地の一つであったと考えられている。その地底奥深くへとぽっかり口を開けた景観は、死後の世界や先祖の霊魂との交流に結びつくものと考えられた。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。